には直射日光入らないということでございますね、はあ、過去の教訓を生かしたような注意事項になってますね、うん、ね、これからもなんか佐藤さん時代の移り変わりというのを考えますね。そうですね、はい、本当です ね、 ね、さらにあの注意事項でこんなものまでありました。はい、これが何なのか、今ならではのものなんですけれども、分かりますか。はい、注意事項、写真とか撮っていいんですよね。写真とかはいいです、はい、実はですね、はい、こういう事項も今ならでは、ね、ドローン禁止ですと、はい、2015年からということになりますけどね、時代反映されてますね、はい、時代の移り変わりというものを感じますけれどもね、今年も祝賀パレード、どんなものになるのか、来月24日午前10時にスタートします。さて、続いてのニュースですが、九州工業大学の